見つけたぞ。私の使いを語って作物を持ち出したのは君だね。あれは大事な取引に使うんだ。返してくれないか。許してください。俺どうしてもユールモアに入りたかったんです。身内はいないし、ここでできた友達はみんな選ばれていってしまいました。それ以来周りとはあんまり仲良くなれなくて、配給のメオルすら誇りかすしか回ってこないんだ。何をやってもみんなは俺を推薦してくれないし、お腹も空いてたまらなく惨めで、それでこのまま死ぬくらいなら機械を盗んででも入ってやろうって思ったんです。君、名前は？カイシルです。ではカイシル、ユールモアに入る以外の選択肢はないのかい？例えばクリスタリウムに行くのはどうだろうか。あそこなら都市に養ってはもらえずとも、働いた分の見返りはきちんともらえるはずだ。ダメなんです、ユールモアじゃなきゃ。俺の友達がいるのはあの町だから。いつかみんなであの豪華な都市で暮らすんだって約束したんです。オンド族との取引場所はクレイブ灯台だ。それから私のやろうとしてた商売やユールモアに売り込む方法について説明しておくよ。譲ってくれるんですか？あくまできっかけを貸すだけさ。そこから先は君自身が頑張らなくては成し遂げられないよ。はい、ありがとうございます。私たちにとっては単なる調査、機会を改めることもできる。しかし彼にとっては人生をかけた一大事だ。譲ったことに後悔はしていないし、彼の成功も祈っている。それでも良い判断ではなかったかもしれないな。一刻も早くこの世界を救うべきなら、そうしないと多くの人や君が死んでしまうなら、彼を押しのけてでも進むべきだったのかもしれない。もちろんだと思う。このままで終わらせるつもりはないさ。ではひとまずライト村に戻ろうか。あれは？
かなり遠いが、人が倒れている？何かあったのかもしれない。急いで助けに行こう。
世界は救われない。今その言葉を否定できるのはよほどの聖人かバカ、またはこの町の住民だろう。堅牢だった海の都は世界の終わりを前に浮かれ騒ぎを始めた。悲しみを忘れるために喜劇を演じているのか、あるいはここに限り永遠が約束されているのか。
ら、あなたは？お初にお目にかかります。画家をお探しのチャイ夫妻でいらっしゃいますか？おお、ではお前たちが新しい。まあまあまあ、なんて可愛い男の子なの。ふわふわの髪にお上品なお顔立ち、それになんだかお花のいい香りもするわ。あなた、私この子が一目で気に入っちゃった。きっと、絶対に素敵な絵を描いてくれるわ。先日手放したあの下手で陰気な画家よりはマシだといいんだが。それじゃあ改めてよろしくね。アルフィナと申します。奥様、旦那様、こちらの助手ともどもよろしくお願いいたします。雇われる際に家族を伴ってくるやつはいるが、その年で助手を連れているとは珍しいな。実際家族のようなものです。血こそつながってはおりませんが、私が辛い時には必ずそばにいてくれました。そして誰よりも私の絵を理解してくれています。彼女と共に仕上げてこそ私の絵はご夫妻にふさわしいものとなるでしょう。しかし絵の描き始めに限れば、働くべきは私だけです。そこで、そのもしよろしければ助手には町の見学をお許しいただけないでしょうか。これまで私を支えてくれた礼に、憧れのユールモアをいち早く見せてやりたいのです。まあ、なんていい子たちなんでしょう。そういうことなら存分に見学をしてらっしゃいな。いいわよね、あなた。ああ、まあ、お前がそう言うなら。
Thank you.